どうも皆さん、日本語で実況プレイをしているアメリカン、コーテツユースティールです。今回、ファンが作ったサイレントヒル1の第一人称リメイクをやってみましょう。いやー、このゲームめっちゃ懐かしいな。俺はね、実際にやったことないんだけど、昔に友達と遊んでて、友達のプレイしてるのを見てて楽しかったな。それでは、早速スペースバーで開始。出た。ソニーコンピューターエンターテインメント。これも懐かしい。あ、プレイステーションってやつだね。いやー、ゲームがまだ全然始まってないんだけど、始まってないのに再現度高くて嬉しい。There are violent and disturbing images in this game. だろうな。だろうな。コナミね。あ、これがゲームの始まりだね。あ、これも、ん?これ第一人称じゃなかったよね、最初の方も。で、どこへ向かってるんだっけ?覚えてないな。ん?あれ?あ、それはピザかと思ったら違うんだね。なんだろう、ノート?誰でしたっけ?覚えてない。昔の話だから、全然覚えてないんだけど。あ、なるほどね。これがこのゲームのタイトル画面なのか。よし、早速スタート。ん?どうした?ふふふ、嫌な音だね。え?なんだ?シェロ?何も見えない。どうしたの?バグ?バグかな?これ。見てみたいんだけど、いろいろ。お、バグじゃなかったかな?っていうか、声ありましたっけ?声入ってなかったような。まあ、それどころじゃないね。すごいよ、これ。第一人称。これ、雪?雪かな?それか、はいかな?雪といえばね、ミシガン州はやばい。今、20センチの雪が積もってますね。そしてまだ降っている。ひどい。で?シェリル?どれでしたっけ?っていうか、どこでしたっけ?どこだ?シャリルさん。これは、何か、あ、何かの階段かと思ったら違うんだね。こっちには入れないんだ。なるほど。で、どこ行けば?こっちには入れないんだね。シェロル?シェロル、where are you? 俺もそれを聞くところだったけど、どこにいるんだろう。声なかったよね、確か。Is anyone out here? Hello? Hello?俺はいるけど、俺はプレイヤーだから、うん。聞こえないと思うんだけどね、俺の声。あ、これ、ん?なんだ、S? 逆にな、いや、違うんだ。8だね。7-11じゃなくて、8グレートというと呼ぶ?俺は、何もできないんだね。いろいろ調べられないかな?どうやらこれ以上進めないんだね。じゃあ、この、バッハマン通りという、この向こう側かな?シェロル?いやー、これはね、これは面白いんだけど、残念ながら、ただのプレイビューっていうか、テックデモっていうか、体験版みたいなものだから、製品版にならない。シェロル?シェロル、ウェイ!さ、ん? Where are you going? さっきの人と違う。あ、もしかして、子供を探してるのかな?そうでしたっけ?昔の話だから全然覚えてないんだけど、皆さん覚えている?か、ん?カニ?クラブスだね。へえ。いやー、あっちに行かなければいけないでしょうけど、その前にいろいろ見てみたい。
再現度高いね、これ。嬉しい。で、あ、やっぱりこれ以上進めないんだね。じゃあ、追いましょう、あの子を。シャリル？シェリル？シャリル？どれ？どこ行っちゃったんだろう？っていうか、なんで逃げてるんだ？まあ、よくあるパターンだね。なんか愛してる人が、大切な人が、逃げていくことで、なんか主人公が追っていくんだけど、ひどい目に遭うんだね。よくある。ホラーゲームも、ホラー映画も。シェロ？ん？これって、ただの行き止まりにしか見えないんだけどよ。あ、違うかな？これは、開けられた。お、おい、やだ。サイレン始まったのか。やだよ。これからだ。なんだ？犬？犬だったかな？その骨からすると。やだ。シェロー？こっちにいるのかな？いないと思うんだけどね。変えちゃおう、主人公。主人公の名前も覚えてない。何でしたっけ？フランク？スティーブ？ジョッシュ？そんな感じの名前かな？これは、あ、入れましたね。No。暗くなっちゃった。なんで？わけわかんないよね。出た。赤くなりましたね。この光、このライターのせいなのか、そのサイレンのせいなのか、わからないんだけど。あ、な、シャリルじゃないよね。じゃないよね。うん、よかった。シェロー？何か出てきそう。何か嫌な何か出てきそうだ。やめろ、BGM。なんで始まっちゃった？何か近くにいるってわけ？何も見えないけど？やめろ、逆に怖いよ。また。ああ、なんだ？立ち上がれないよね。立ち上がれない。本当だ、何これ。な、ちょ。え？俺ダメージ食らっちゃった今。嘘。の。ええー。よし。ん？の。どうすれば？え？来る。よし。な。あ、またダメージ食らっちゃったけど。の。痛い。逃げ場はない。燃やそう。みんな燃やそう。かかってこい。燃やしてやる。このちっぽけなライターで、このちっぽけな光で。なお、なお。ああ、体験場の終わりだったね。なるほど。面白いな、これ。Zero Trace Operative という会社の名前かな？まあこんな感じだね。皆さんどう思いましたか？フルゲーム出してほしいよ。Zero Trace Operative。まあということで今回この辺にしときますね。見ていただいてありがとうございました。では次へ。